はい、タッカズです。今日はね、古民家の再生っていうことで、古民家の裏庭のね、雑草を買ってグラウンドカバーにするっていうことで、ディコンドラの種まいていこう思うんですけどね。ちょっと雑草を刈り出してからね、動画撮らな思って、で、ちょっと買った後ですけど、もうここの辺ね、もうもっとしてたんですけど、もうちょっとね、途中からになりますけど、こんなね、山に囲まれた、ところにある古民家ですけども、長男たちがね、今この古民家の再生っていうことで、プロジェクトで始めてるっていうところなんですけども、草刈りやっていきたいなと思います。はい、そして草刈りね、ざーっと草だけのね、高いやつだけちょっともう刈り込みましたけどね、そんなに綺麗にはしてませんけど、とりあえずね、種まいて、でそこでディコンドラのね、種が発芽してくれたらええかな。で、日の光がね、当たってちょっとずつ成長してくれたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、種がね、ちょっとまだ用意できてなくて、ちょっとだけ残ってるやつがあったんでね、それ持ってきて、一部分だけ種まいて、しましたけれども、もともとね、草丈の低いやつなんかも生えてるんでね、その辺とは違う、草の丈の長いやつのね、あるところに、ディコンドラ巻きましたけど、でこれ家から持ってきたやつね、プランターに入れたやつ、ちょっとこれね、定植していきたいなと思います。はーい、ここね、ちょっと穴開いてたんでね、この穴が開いてたとこに、定植してみました。葉っぱちょっと見えへんなってしもてんけどね。この、ちょっと種もね、一緒にね、ちょろちょろって巻いといたんで、これ、一週間ぐらいで、芽が出て、双葉ぐらいにはなってたらいいかなと思うんですけど、でここ以外ね、こっちの方にもね、ちょっと土が見えてるとこにね、いたんですけど、この辺ね、エメラルドグリーンの、ほんまにちっちゃい種なんですけど、こっちの方もね、この辺にも巻いたかな。ありますね。この辺に、巻いてますけど、うまいことね、発芽してくれたらいいなと思っています。以上です。